はい、どうもこんにちは、つるかです。つるです。私が楽しければあなたも楽しい。今日もトレック動画頑張っていきたいと思います。Cイベントやってまいりましたので、周回パーティーをねご紹介したいと思います。このようなパーティーです。フレンドさんにね新しいおでんをお借りして行ってみたいと思います。サポートはつけてるんですけども、なしでもいいかもしれません。はい、では行きましょう。はい、おでんを1年貸してくれ。では行きたいと思います。ここでねちょっとターンを稼ぎます。はい、一応黒ひげがたまればいいんですけども、できたらロジャー白ひげを貯めた方がいいかもしれないですね。ちょっと貯めるパターンでいってみますか。はい、どうした。大丈夫かな、どうだろう、しましょうか。はい、はい、でここでお肉スロットでフリースロットになってしまうので、ここで、ロジャーに変えてユリスロットにします。はい、これで、突破していきます。よし、はい、ここですね。はい、必殺封じと、攻撃力ダウンがあるので黒ひげで必殺ターンを戻します。でボビンで攻撃力ダウン解除。はい、でここで白ひげロジャー溜まってたらここで撃ちます。これで突破していきます。はい、うん、はい、ではここで封じか、封じですね、下段封じと軽減だったかながありますので、大きくで解除します。こうね、二重でね解除してくれるのありがたいですよね。うん、ここで、フレンドさんのおでんを発動して超過します。で防御がつくのがね、これがポイントですね。はい、で自分のおでんで超過。はい、これで突破していきます。ボビンが強いんですよね。あ、グダグダになっちゃった、タップミスで。はい、で防御されてるからね。はい、こんな感じですね。はい、いかがでしょうか。以上が周回パーティーとなります。はい、はい、一編成で終わりそうな雰囲気でしたが、もう一編成できました。はい、エースを船長にして周回してみようのコーナー、イエーイ。行きたいと思います。なんかいけそうだったのでね、ちょっと、組んでみました。ちょっとね、白ひげロジャーはねちょっと入っちゃうんですが、このパーティーで行ってみたいと思います。行きましょう。はいはい、そうです。どうせ周回するならエースを船長にした方が周回楽しんでね。行ってみようのコーナーです。はい、ここはね、ちょっとしっかり、ターン貯めていきます。白ひげやっぱロジャー打った方が確実に4回が突破できるんじゃないかなっていう感じがいたします。はい、この編成はね、決しておすすめしません。はい、こんなもんかな、どうかな、もうちょっとやっておこうかな。こんなもんでよろしいかな。でできたら、スロットをね、スロットをなるべく VS 効果がね出るように
しようかなって思います。なくてもいいような気がするんですけどね。さあここでお肉スロットでフリスロットですね。なので、消費ラジオを繰り返して、これでちょっとね2回かかっちゃう可能性があります。あ、うまくいった。うん、さあここですね。はい、で、カラスで必殺弾を解除します。でチョッパーで攻撃力弾を解除します。で白ひげロジャーをひっくり返しまして必殺技打ちます。はい、これで飛ばしていきます。心配なんぞいらねえよ。うん、よし、ブエース効果も止まりましたねよしよし、いいぞ。そう、属性的にはね、アガイニにした方がいいのは分かってますここね、即だからね、うん、いいのいいのいいのいいんです、いいんです、勝てればいいの。はい、でアープ打ちます。封じと軽減解除します。でおでん、フレンドさんのおでん、はい、で超過、はい、で、エーサー界に打ちます。まずは V スコーカーね、はい、ふう、ふう、はい、はい、でこれで突破していきます。よしはい、はい、というわけで、ちょっとね、急に思いついて2人で紹介しました。はい、では、ラストの私どうぞ。はい、はい、難しさ8ですね。今回はねこの私ですら、自分でね、見つけたパーティーなのでね攻略しやすいのかなという感じがいたしました。はいはい、というわけで、今日はこれで終わりしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。